はい、どうもこんにちは、フレッシュスバル君です。よろしくお願いします。今回なんですけれども、面白集総集編やっていきたいと思います。これは3年前に投稿した面白集の過去2作と2024年最新版の面白集を合わせた合体版となっています。本当は3年前なのでね、僕のツッコミもね、結構時代に合ってないものもあったりとかするので、そこのあたりは、ちょっとね、適宜新しい俺がツッコミを入れ直すっていうテイストでやっていきたいと思います。それでは行きましょう。どうぞ。絵の具忘れた、どうしようがさ、いい味出してるよね。3点セットでボケてるっていうね、いいセンスだよね。おい待て、味方だまあ弁護士ピックされるとね、認知キャラとか辞める人もいるからね、味方をね引き止めなきゃいけないからね。この当時はね、弁護士は弱かったからこんなこと言ってるけど、弁護士が強くなるとは思わなかったよね。占いが一番嫌い、妻子、まずロビー帰れ左二人もさ、大概だけどさ、ロビー帰れはちょっとひどすぎん？バキバキ DD です。まあ僕の視聴者なんですけど、センスあるなっていうことでね、紹介してみました。初めて見た時は本当に大爆笑しちゃったんだよね。出た！二階建て直行いいね。面白いじゃん。勢いがいいね。自慢すんな。確かにこの名前だとさ、バッジ持ってる人がいた時に、名前で圧かけることができるよね。錦織、オッケー、明日も乾杯。こういうポップな名前いいね。四釣り、GG。この名前見たときセンスあるなって思ったんだよね。GG と GG がね、GG になるっていう。これ考えたよね。で、バルク使いっていうね。すげえわ。これはセンスあるね。致命的な頭。残念な頭なんだろうね。安倍晋三好き。安倍晋三推しがいるとはちょっと思わなかったな。あばよ、第五人格。めちゃくちゃ楽しんでんじゃねえか。あの時の亀。こんなとこにいたのか。その道のプロ。なんか強そうだね。ドラケン死んだ。いやもう名前でネタバレしちゃってんのよね。まだ東京リベンジャーズ見てない人もいるからね。ネタバレダメよ。ゴーモーリーランコ。いや、ちょっとこれ送られた時にさ、ほんと使おうかどうか悩んだんだけどさ、ボロがいいからさ、使うかって思ってさ、なんかコナンコラボで入ってきたさ、可愛い新規の人がもう、びっくりしちゃうよ、こんなん。脅かさないで。スタップ細胞はある。なかったんだよ、スタップ細胞は。てか、古すぎるわ。5、6年前だよね、あれ。あれ来る、感染症。最近ちょっとね、落ち着いてきたけど、あれ狂ってたね。7つの潜在。めちゃくちゃ家庭的じゃねえか。すんごい家庭的。兄ちゃん、それ俺、何のことなのかわかんないけどさ、勢いがいいね。フィオナの便座。妻子人気キャラだからさ、妻子絡みのものがね、結構多くてですね、びっくりだったんですよね。おやすみな、妻子。はい。それいけ、落胆男。存在が規制。確かに。一昔前はもうハンター戦からフルボッコに言われてたけど、最近妻子を上回る強さを持っている奴がいるからさ、最近存在が許されてるところあるよね。温かいスープ。俺は熱いぜ。名前からのチャットでボケるっていうのはちょっとずるいね。今運転中だ。何が面白いのか分かんなかったんだけどさ、例えばあのハンターをいたってした時に、今運転中だが、ハンターを板で気絶させたみたいな文章になるらしいんだ。うん。これがね、結構面白いっていう話を聞いて。あ、なるほどって思ったよね。ポストマン、かっこ誠に勝手だが、カーボーイに手紙を送信。さっきのと同じく組み合わせると面白くなるっていうパターンでね。名前で大喜利してんだよね。あえぎ誠。うまいのが悔しいんだよな。生き別れの他人。最後に突き放してる感じがいいね。山育ちの鹿。それはもう鹿だよ。S1 に戻りたい。あの頃の俺たちはさ、まだ第五人格してたね。俺だー！お前かー！なんだかなって。ちょっといい女感出してくんのやめて。確かにね。なんか確かにねって言った時に、大体なんか対応に困ってる時に言うよね。それは俺だけじゃないはず。フンドのまんじゅう。強そうだけどめちゃくちゃ弱い。ノラプロ。ケースが余裕すぎて困る。安心感あるね。ブルブルバー。名前適当すぎだろ。囚人くんさ。9回なんか
ねっとりしててやだわ。兆候といえば私、石像ヘーター。名前からしてもう弱いね。心眼食べた、心眼食べ比べ、デリシャス心眼。この過程が怖すぎるのよ。美味しかったじゃないのよ。肩たたき券、お父さんにあげた肩たき券、こんなとこにいたわ。天秤、動くなよ。もう秒速で動きたかんだよね、天秤。左手釣った、あんたが近くにいる。緊迫してるのが伝わるよね。バルク坂46、前茶に入り浸ってそうな名前だわ。ねえ、今夜暇かな。名前でナンパすな。呪術師大体即死。名前じゃなくてもメッセージなんだよね。割と呪術師は確かに即死するイメージはあるよね。わかるわ。バールで殴るぞ。殺意高いわ。バールで殴ったらもうコナン君出てくる案件。どうして追うの？ギシピックでこの名前だとなんか余計にハンターへのメッセージ性高いね。隠密だぜ。推進機型ジョゼ。どこ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 つってジョゼの顔面が来たら俺怖いわ。ごめんなさい。涙流しながら鼻水垂らしてるね、これ。そこら辺の石。もうちょっと、あっただろ、名前。ラティアス、ラティオス。こんなところにいたのか。伝説のポケモンがここにいたわ。やーい、牛丼。トイレ、風呂なし。その二つないのはちょっとしんどい。ユニカスの闇。闇深いですからね。僕はもう、疲れた。筋肉、四面楚歌。頭、筋肉マン。セーフィオナ。怖い、怖い、怖い、怖い。873カロリー。このお肉のカロリーかね。毎日定時退勤期。文字数入らんかったやつな。定時で残業なしで帰りたいよな。健康的ペルシー。顔色悪いからね。お前ら全員。名前の戦闘力の高さ異常だな。ハンター戦の鏡やね。どついたれ、クドウ。服部めっちゃやる気じゃん。刹那の青春時代。まあ、強化前のみちこっていろんな刹那の仕方があったから、そのことを言ってるのかな。おにぎり昆布、おにぎり梅。名前おにぎりでええんか。海鮮雑魚いやつ、海鮮落ちるやつ、海鮮やべえやつ、海鮮ラグいやつ。みんな海鮮弱者っていうことがさ、わかる名前で、いい連携だよね。海鮮落ちで負け。切ない。もうこういうね、しょうもないの、ほんと。ダメ。怒られるぞ。某ゼータの人に怒られるぞ、ほんと。貯金496円。貯金389円。なんでこんな微妙な数字なの？本当に全財産なのかな？ふん野郎のクソ。こんな名前だからなのか、どこの特殊も入れてくれない。名前からもう臭いもんね。ちょっと一緒に遊ぶのはきついわ。女の涙は我慢汁。最低かよ。貧困侍。俺の動画さ、彼氏と一緒に楽しく見てますとか、子供と見てますとか、夫と見てますとか言う人もいるのよ。ここら辺俺気をつけてやってんのよ。お茶の間、凍りつかせたくないのよ。今回だけだよ、取り上げんの。次は取り上げないからね、俺。たとえ差収しようが、自分が楽しむために課金して後悔するやつおらんやろ。かっこいいこと言ってるけど、名前で台無しだよ。裏垢女子、アット ly25l。表出てきてるけどね。青きブルーの葵。もう真っ青。胸を揉むね。この名前をさ、考える時間があったらさ、別のところに時間をさ、費やした方がいいでしょ、これ。この名前で何も得しないと思うんだよね、俺。ポコ太郎、ポコ花子、ツインポコ。かっこよく言えばね、許されるわけじゃないからね。少女がすごくおじさんと記憶を同期させています。字面が意味深すぎてちょっとダメ。これはちょっと犯罪の匂いするね。傭兵とオーゲー。陽気な傭兵だね。これはうまいな。地図忘れた。なんか前と同じようなやついるな。さては前回の動画見たな。本当は米派。なんで嘘ついたんだよ。恋かと思った。恋じゃなかったのか。恋じゃなかったんだね。その鼓動の高まりは何だったのかね。てかよく見たら風吹けば恋っていう境界名だから、すごい恋愛体質だね。即死です。いいね、こういうのいいね。センスが輝いてるよ。犯人。シンプルイズベストだよ。ファンザ入会。ファンザ？え、どっかで聞いたことがあるような気がするけど。僕は知りませんね。S2 から来た。S2 の時はね、泥棒使われてたからね、結構ね。うん。未だにあの泥棒が強いと思ってるのかもしれん。まあでも、シーズン2から来たら、わかんないよな。アンバンマン。
名前語呂で決めただろこれ。まあセンスいいね。テラノサウルス。あだ名とかで言われてるのかもしれん。オートバックス。企業名ディス。ダメ絶対。お前好きだ。告白したいです。二人とももう名前で気持ちが出ちゃってんのよね。ポストマン、かっこ詳細は省くが、患者に手紙を送信。このためだけに生まれてきた名前だね。ちょっと漏れたがハンターを120秒牽制。おもらしはあかん。こんなおもらししちゃってるサバイバーの救助俺行きたくないわ。センスあんね。正午の正午。ジョゼフの顔。顔だけって怖いわ。デバフ大好き。一発で分かるハンター戦の名前でいいね。マジ当たるそれ。チェイス中みんな言いがち。患者の浮気相手。まさかのドン。患者ってホンマだったの。早く帰国させろ。コロナ禍で帰れねえのかな。ふわーふわーふわー。マジでやけくそじゃん名前。あらやだ奥様。あらやだ奥様っていう名前なのになんか、うおー久しぶりってゴリゴリ男なんだよな。パン買ってこい。ルイ・ミッキーを YouTube 伝説の D。 こういう名前ってね、一番配信者の人とかに迷惑かかるからやめようね。私のナオボーイ。カーボーイランカーの二人があのフュージョンしちゃってるね。欲張りセットかよ。二回振られた。A かっこ A。 振り仮名の意味を。振り仮名がいらなすぎるのよ。ペッポンニョンミュ。ペッポンニョンミュ。ペポイオンモミュ。言いづらいわ。エロエロ星人。エロニート。ネガティブにネガティブを重ねないで。お尻が冷たい。その名前でいいの？本当に。もっとあっただろ名前。お尻にバナナ。それはあかん。ダメだぞ本当に。どしもネタじゃねえ。5割ディスコって俺そんなやつとディスコしたくないわ。名前からしてやばいじゃん。股間で夜を制す。制すけど。セースけどね。第五人格長く続けてる人ってさ、変な人しかいないのかもしれない。狙うカマキリ。ただのカマキリ。炸裂するチャーハン。殺意高めなチャーハンよね。邪悪なレモン。猫の前足の肉球。マニアックすぎるのよ。あよー。鬼没でドン。最近のハンターだいたいこれだよね。湯葉っぽい豆腐。どっちも同じ。今叫んでます。大根の末裔。平成最後の社畜。恋愛になっちゃったからね。週7で時給200円。ブラックすぎないか。42歳教育実習生。42歳不潔ハゲ。42歳独身風俗嬢。42歳煩悩僧侶。近寄りがたいパーティー編成やめろ。椅子を壊す係。胃が痛いよしこ。よしこ大丈夫か。ガラテヤの記念日祝ってる場合じゃない気がする。一生暇。変わろうと思わないと変われないぞ。鍵爪壊れた。たまに発動しないから俺の鍵爪も壊れてるのかもしれん。猫好きやねん。目の前にいるの、ね、犬だけどね。ハッタリ平次。嘘しかつかない平次ね。パパ活港区女子。こんな義士は嫌だっていう大喜利してる。プリケツ傭兵。めっちゃ揉みがいがある傭兵だね。ほぼ吉田沙保里。まだ完全体ではないのね。泣き虫の涙。泣き虫の涙湿気だったのか。江戸川コカイン。最強にゲイ。視力 C 判定。そろそろメガネ必要だね。刃で人を笑顔に。まあ、サバイバー側としてはどちらかというとこれ悲しませてるけどね。専業主婦最高。通勤中の飴玉だ。猫反抗期。この国の王。パパ行かないで。庭師だったら負けるな。先倒しで3台。歩いたら通電。解読速度が憎い。名前でわかるハンター戦シリーズね。3は基本ない。名前でわかる戦犯やめよう。600W 2分半。500W 3分。冷凍食品の裏とかに書いてあるやつね。 600W 2分半 500W 3分は結構早いね。冷凍チャーハンとかそういう冷凍食品の中でもかなり早く溶けるタイプだろ。 NTR 好きの子。なかなかな性癖をかましてるね。名前で性癖バラすもんじゃないよ。あと10分寝かせて。目覚まし1回止めてる時の気持ち大体これよ。睡眠を取りたい。起きろしばくぞ。2人で漫才してる。よっこらショットは分けにしないか。
ハンターやってるとさ、この試合分けにしないっていう、なんか無理して勝ち狙うのをやめて分けにしないっていう試合あるよね。これはね結構ハンターあるあるだと思う。さあここからですね、新しい、新シリーズですね。新シリーズ見ていきたいと思います。名前の上にね、もう人格もね出ちゃってるっていうね。お前も鬼にならないか、この並びじゃないと成立できない名前じゃねえかこれ。どんだけ鬼にしたいんだよ。まあ、ちなみにベトベトの洗いもめちゃめちゃ気になるけどね。お前らキーガン大悟のキャラを悪口に使うな。水浴びゴリラもう人間じゃないじゃん、ハンターがもう人間じゃないんだよな。ユニゴクさ何笑うてんねん。偉大なる死を、強キャラが言ってそう、限られた命、本気。限られた命を第五人格に費やすな。戦略的おもらし。治療中近づかないでほしいね。火に油と酸素、もう強火にするな。脱ぎたての靴下、なんでこの名前にしたんだ本当。気の迷いだ、てめえは右。何これ、本体価格の半額、セール実施中。なめろよ硫酸。怖えよもう、何があったんだよもう。空気吸うぞ、空気吐くぞ。深呼吸コンビだね。もうすでに連携が取れてる。突然生えた木。なんで生えたんだよ本当。帰ろうリッパー。もう荘園に帰りたいよなリッパーも。お水ストレート、スーパーマサオ。知ってる人いるんかそれ。もう怒らないです。よく募集掲示板にね、怒らない人募集っていうのがあるから、それ用の名前なのかな。キラーは僕だから。デスノートもう最初にこう言ってたらもう話が終わったのにね。原付きババア。口が悪い。紙で作られた袋、言葉解読色。はい、そこら辺の落ち葉。いいんかその名前で。チーカーの脇毛、ひでえよ名前が。毛じゃんもう。汽車番で脱ぐ、お色気戦法すな。家に帰ってきた、お帰り。やっぱ3年経った今でも見ててもね、面白いなって思いますよね。まあ、第五人格以外の動画もね出していきたいなと思っているので、引き続きよろしくお願いします。それではご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。